はい、皆さんこんにちは。今日は緊急ニュースなんで動画を作っている暇がなく、このようにまたまた生声で出演しております。今日は1週間限定、いわゆる2021年12月20日頃までですね、無料でオーバーラウドという会社がローランド SDD320 ディメンジョン D という商品のエミュレート版を出しています。実機も本当に簡単でして、この今画面に映っている上の部分だけがあるような感じで、左のディメンジョンというところを押すことによってその微妙な強さが変わります。1,2,3,4 とこういうふうになっています。こういうふうになっているというんですが、今日は OBS の仕掛け上マウスが見えませんので口で言います。左の方のディメンジョンと書いたところです。ここはうまくなっておりまして、オルトキーを押してボタンを押すと、このように2つ出し、3つ出し、全部差しというような、こういうふうにできるので、これはおのおの試してみてください。そして、1にしておきますが、こちらの方にスピードというのがあります。スピードはこのボタンを押すことによって BPM の割り段、いわゆるこれを4分の1拍にするのかとかいうようなことがここでできますし、もしくは微妙な周波数を設定するときはこちらでダイヤルを回してください。はい、このように周波数ででもビートででもどちらででも指定ができます。このようにしていきますので、まず元音を聞いていただきましょう。このような生演奏でやったグランドピアノです。ではかけてみます。次は全部差し、はい、このように差すだけで存在感ができる、いわゆるコーラスという部類に入るエフェクターです。ちょっと適当にいじっていきますので聞いてみてください。ここはドライブです。ここはワイドです。動かすとよくわかります。
はドライウェットです。これで聞いていません。ここはアウトプットです。このようにとても存在感が出ます。バイパスします。負荷もとっても軽いですし、あまりおもちゃのように効きすぎないところがとっても音作りに便利だと感じました。皆さんも無料の間にぜひゲットしてみてください。アカウント登録をして、そしてその後でダウンロードをするとメールが届きます。そのメールのところにシリアル番号などがありますので、今度は DAW を立ち上げた後にアカウント ID とパスワードを入れて、そしてその後シリアル番号を入力します。そしてその後に自分のハードディスクのどこにアクティベーションを保存するかというのが出てきますので、自分のドライブをクリックしてください。それでアクティベーションは完了です。そんな感じですかね。あまり難しく考えないで、いろいろいじるというタイプで、そしてまた刺すだけで音が厚みが出るというとっても簡単なプラグインです。ぜひとも通常は99ドルですので、今のうちにゲットしておきましょう。緊急速報でした。